こんにちは、アイルーです。今回は宝物の優先順位ランキング。解説していこうと思います。最強宝物についても、今だけ最強欄、にて解説していくんだぜ。そう、最強宝物ランキングなんてロマンしかなくて、実用性がほぼ皆無だからね。今回は育成の優先順位ランキングだから、ランキングに沿って上から育てていけば完璧。前置きはこのくらいにして、早速上から解説していこう。そうだね、まずはずっと必須欄から。これはその名の通り、一生腐ることなく強いことが確約されてる奇跡の宝物たちを集めた欄なんだぜ。ってわけでじゃん。みんな大好きエンジンと地図ね。まずはこの二つをカンストさせるところからクッキー欄は始まるわ。この二つがなぜ腐ることがないかというと、二つとも絶対に今後同じ能力が追加されない強すぎる能力を持ってるからなんだぜ。エンジンはゲーム速度アップ、地図は回復ゼリー生成、どちらも同じ能力の宝物が出たらゲームバランスぶっ壊れるんだよね。そしてそれくらい強い能力だからずっと腐らない。ちなみに速度アップも回復も必要ない編成だと、この二つは他よりスコアが低めだから使われないんだぜ。後で話す理由から最強宝物は最初は育てにくいから、絶対的に一生使えるこの二つを最初に育てるべきだとおすすめするよ。それじゃあ続いて最強宝物ランキング。一気にドーン。一応、左から強い順に並べてます。爪は画像なかったので許してください。宝物を新しい順に並べてこの宝物たちの近くにある爪が爪です。それでこの最強宝物ランキングをどう見ていくかというと、競技では宝物を3つしか使えないので、この中から3つを育てることになります。上にあるエンジンや地図は編成によっては使わないので、最強宝物のうち3つを育てておくのがベスト。余談ですが宝物は、実装時期が近いとほぼ同じ強さで、ランカーレベルではクッキーペットなどの編成に合わせて、タイミングが噛み合う宝物を選ぶ感じです。そして、この左から順になってる最強ランキングも、絶対的ってわけじゃないのでご了承ください。さらに、この最強ランキングは、エンジンや地図と違って、宝物が出るたびに順位がほぼ一つずつ下がっていく感じです。最強だけど、インフレが進むため、ずっと強いわけじゃないっていうことです。気を取り直して、じゃあこの中からどれを育てるべきか、これは一人一人によって選択肢が変わります。というのもさっき言った通り、この宝物たちは強さはほぼ一緒なので、例えばキューブを使えば磁力のおかげで楽ができます。また、カメラとかがすでに育ってる人はあと二つ育てればいいわけです。なので数通りおすすめを言います。ちなみに左端のレジェ宝物は、マイレージで交換するならこれ、って感じで置いてます。アイルーでもカンストするのに半年くらいかかりそうなので、レジェ宝物はないものとして考えていきます。ではまず初心者向けの宝物3つ、もちろんエンジンや地図を育て終わったという人向けです。そんな人におすすめなのが爪、木馬、キューブの3つです。そういえば宝物ピックアップ枠は3つあるので、序盤からエンジン地図の他に爪を設定しておけばいいでしょう。この3つを選んだ理由ですが、キューブの磁力のおかげで楽ができて、爪と木馬が汎用性高いのでおすすめです。っていうかおすすめに複数通りも何もない気がします。中級者まではその3つを育てて、上級者は使ってる編成で必要な宝物を育てるべきです。ちなみにレジェ宝物の代用としては、ポンポンか爪か木馬、あるいはピエロシューズかキューブ。その辺入れとけば相手がミスすれば勝てます。まとめますと、この中で育ってる宝物があるならそれを使って、育ってないなら左から、爪ポンポン木馬を育てましょう。下手な自覚ある人はポンポンよりキューブの方がいいです。っていう感じです。ご飯食べたばかりで眠いです。すみません。じゃあ次はずっと使う機会ありな宝物。こちらはステージによっては最強宝物よりも最強だったりする子たちです。デデドン、こちらはとあるステージだったりクッキーだったり、と相性がいい宝物たちです。この中でも優先度高いのはコンパスまでですね。左から解説していくと、スポットライトはクマゼリー多いステージで強い、ぬいぐるみのテディはクマゼリー全般多いステージで強いし強化予定。ロールケーキはニジクマ多いステージで強い、ブロマイドはコイン多いステージで強い。グローブはピンククマゼリー、雪だるまはアイスクマゼリーが多いところで強い。コンパスはニジクマとかの羽根付きゼリーを磁力で引き寄せられるようになるのとスコア生成。特にクマゼリー全般に刺さるライトとテディ、ニジクマ多いステージはよく見かけるからロールケーキ。この3つが特に優先度高いかな。時点でステージにはまると最強なブロマイドとグローブと雪だるま。あとクマスタンプは黄色クマゼリー多いところで強くて、雪だるまとグローブと同列だね。寝ぼけてるからすっ飛ばしきった。コンパスはボナタイで盾とセットで使うくらいしかなくなりそうで、そんなステージたまにしか来ない。でもあると便利。盾はシールド効果よりも、ボナタイ時にめっちゃでかい磁力作ってめっちゃゼリー引き寄せるのが強い。でもそんなステージたまにしか来ない。貝殻は特定のイベントで強い、けどたまにしか来ない。聖杯は編成によっては強い、でもそんな編成たまにしか来ない。メダルはステージによっては強い、でもそんなステージ一つしかないしもうないなった。ポムポム馬は編成によっては強いけど、ちょうどその編成が使われなくなってきた頃なので需要薄い。ムキムキドリンクはステージや編成によっては強いけど、イベントとかでしか見かけないし、そのイベもたまにしか来ない。なのでずっと使う機会ありのランク帯は、競技で使う宝物も育成し終わって余裕のある、上級者向けとなっております。ちなみに、ちょうどロールケーキが強い編成あったりする時期でも、育てるのはあまりお勧めしないです。なぜならその時期が過ぎたらまた使われなくなるからです。約1000万程度のスコア差あっても勝てるトロフィー帯なら、普通に最強宝物の3つ使ってれば大丈夫です。逆にイベントによってはレベル1でもぶっ刺さりまくってぶっ壊れスコア出すので、各1つずつ持っておいて損はないでしょう。
続いてはこのランク帯よりも使う機会が薄い宝物たち。ドン。まず最初にリンゴ飴、これ入れ忘れてました。優先度はコンパスとクマスタンプの間くらいで、ゼリー多いステージでは強いです。でもそんなステージたまにしか来ない。というわけで気を取り直して左からざっと解説します。コイン爆竹、コイン稼ぎでしか使わない。貯金箱、コイン稼ぎでしか使わない。でもこの二つは明確な用途があって、需要もそれなりにあるので優先度高め。続いてカーペット、編成によっては強いけど、そんな編成めったにない。でも今はある、無か。バネシューズ、特定のイベントで使うと難易度低下。使わなくてもまあよし、スコアも低いし需要薄め。宝箱、特定の編成で使う。でもその編成がイベントとかでしか輝かない。そのイベントもたまにしか来ない。チーズピッケル、なんか強そうなのになんか使われない。スコアの都合上で使われないので強化されないと出番がない。オーロラエキス、インフレのせいで他の宝物使った方がスコアを稼げるようになってしまった。ビーンズ、ハマるステージ来ても席がない。トランポリン、使わない。でもクリアだけが目的の場合あると楽になる。イチジクのポーション、使えるステージ来てくれ。そんな感じです。他の加点だけが取り柄なのに、インフレに置いていかれた悲しい宝物たちを育てるくらいなら、少しでも使う可能性あるこれらを育てた方がいい感じです。最後にレア宝物の優先度、レア宝物は10連の場合専用のピックアップ枠があるのでそこにセットしましょう。でん。というわけで左から優先度高いです。解説していきます。赤い玉、エンジン地図に並ぶ特殊能力、ぶっ壊れ。ローラースケート、エンジンの劣化版、一緒に使うこともあるし、一応ぶっ壊れ。トゲトゲなハンマー、障害物破壊編成で使うかも。キャンディケイン、障害物破壊編成で使うかも。ダイナマイト、障害物破壊目的ミッションで使うかも。以上、宝物優先度順位でした。お集まりいただきありがとうございました。怪我をしないように順次解散してください。最後まで見てくれてありがとうございます。おつぶた。